はい、こんにちは。電気袋図で目指せパルデア制覇。今回でラスト2つのバッジを取りに行きますよ。すごい勢いでヘイラッシャが削れていったんですが。気流の主といってもこの子は水タイプだからね、相性有利な相手には苦労しませんよ。ペパー将軍が参戦したらなおさらね。欲張りスが尻尾を振るを入れてくれるから。ほらこの通り。嘘でしょ、あのヘイラッシャだぞ。その後のシャリタツも欲張りスの突進でこれだけ入るからね。パチリスさんでサポートしているだけで十分ですよ。ところでパチリスさん、これ息できてる？完全に顔まで水没していますね。突進の反動で欲張りスが倒れてしまうからデデンネで締めて義勇の主もクリア。これで残すバッジはあと一つよ。終盤とは思えないくらい楽勝でしたね。そしたら最後のスターダンいきますよ。さすがにさっきの寿司コンビみたいに楽勝とはいかないでしょう。スターダンは毎回苦戦していますしね。物理攻撃が得意な格闘タイプと物理耐久が低い電気タイプの組み合わせなのもきついわ。それでもパチリスさんなら耐えてくれると信じましょう。とりあえず作戦は前回のオルティガとほとんど同じよ。ピカチュウのエレキボールで手前4匹を倒してモービルはデデンネのドレインキッスで回復しながら倒しに行くわ。ドクロップすら突破できませんでした。全く歯が立っていない。ドクロップに素早さが負けているのが敗因ね。上を取れるパーモット先発でリベンジ戦行くわよ。よしよし、先制できたおかげで受けられているわ。前回は急所の不運もありましたしね。2回耐えられているし、その急所さえなければ起点作りは問題なしね。次はピカチュウさんで積みに行くわ。いつも通り甘える3回と麻痺を入れてあります。お？おお。おお。なんか知らないけど順調に詰めているわよ。運ゲクソゲの女の実力が出てきましたね。その後は普通に攻撃を食らうけれど回復を挟んでエレキボールの準備完了。毒を食らったのが辛いけど最初に運を消費してあるから仕方ないでしょう。攻撃を下げ切ってもかなりダメージを食らっていたので、あの運がなければやられていましたね。そしたらまずはドクロップを倒して。毒で体力がヤバいから次の投げつけ猿にピカチュッチュして回復よ。悪巧み3積みで弱点もつけているから全然足りねえ。ドレインキッスでいい感じに回復はできましたが、オーバーキルのインファイトが急所に直撃、ピカチュウさんダウンです。後続もなすすべなくやられて敗戦ですね。せっかく序盤は好調だったのに。あれだけの運も持ってしても勝てないのなら大きく作戦を変えるしかない。エレキボールは諦めてピカチュウさんにはサポート役に回ってもらうわ。と言いながら場に出ているのはパチリスさんですが、ただそのままピカチュウを出しても何もできずにやられるだけだからね。まずはパチリスさんに命がけでスリスリしてもらうわ。パチリスさんの職人魂を感じますね。毒にならなかったおかげでもう1回動けるから、最後に甘えてピカチュウさんに交代ね。このまま続きの甘えるをしてもらうわ。2体がかりにはなりましたが、いつもの準備はできました。そしてここで今回のアタッカー登場。ピカチュウでないのならやはりパーモットですね。ビルドアップで防御も上げれば運に頼らずとも受けられるわ。種族値も上がっているので余裕ですね。積んでる途中でもらった毒も回復の薬で解除。パチリスさんが拾ってきてくれた薬です。これが6回目のビルドアップ。次から攻撃に移るわ。ドクロップはテラスタルで撃破。後続はジャレツクで弱点をついていくわよ。ビルドアップを詰めているので1回くらいは外しても大丈夫でしょうか。これならこのヨザルもワンパンね。うわ、素早さ負けてる。しかもピンポイントで急所かい。ここでパーモットがやられてしまってはもう終戦ですね。はぁ、はぁ、なんとかモービルまでたどり着けたわ。毒が回ってきているし、ジャレツクで削って、あとはデデンネさんに託すわよ。ワンパンとはいかずともめちゃめちゃいいダメージが入りましたね。10万馬力あるの？まさかの地面技搭載、これではデデンネも耐えられません。だけど負けながらも少しずつ答えに近づいてきているわ。今回はパーモットに身代わりを覚えさせてきたわよ。毒にもならないし急所事故も防げる。これで安定して詰めますね。と言っても最初は身代わりなしでビルドアップしないといけないけれど。
よしいこだ。ここで毒になってしまったら身代わり作戦も意味がありません。その3割の壁を乗り越えたらしばらくは完全な作業、早送りでお送りするわ。あとこの夜猿のためにビルドアップだけでなく高速移動も積んでおくわよ。そうなると攻撃技はギャレスクエチコですか。ドクロッツとルサリオに当倍になってしまうけど十分倒せるからね。外しの可能性も身代わりでカバーよ。ギャレスクならそう何度も外さないでしょうし確かに問題なさそうですね。最後にパーモット自身と身代わりの体力を調整して攻撃に移るわよ。まずはずっと起点にしてたドクロッツ撃破。外しても身代わりで受けられるとは言ったけれどもビルまで残しておきたいからね。ちゃんと当たるようお祈りしていくわよ。パーモットがやられてしまうと即敗戦ですからね。事故の可能性は少しでも潰しておきたいです。もうこの夜猿でも止まらないわ。ギャレスクを外さなければ問題なく突破よ。そのための高速移動ですからね。最後ルカリオ、こいつは特殊型だから防御上昇がつかないけれど無事ワンパンよ。これで身代わりを残してモービルに挑めますね。さああとはギャレスクを2回当てれば勝利。まずは1発目無事命中です。防御が上がっていても耐えられるか正直怖いから次で決めてほしいわね。外した後10万馬力急所なんて最悪のパターンもありえますからね。身代わり耐えるんかい。さっきの A ダウンが効いているっぽいですね。心に余裕ができた最後のギャレスクもしっかり命中してモービルも敗者よ。ギャレスクを当て続けてくれたパーモットに拍手です。変なタイミングで身代わり消えるのね。そしてこれでバッチコンプリート。次回からは各ルートのラスボスとの勝負よ。まだまだ先は長いです。レジェンズアズニャン発売までには終わらせたいわね。絶対です。普通の更新頻度なら余裕なんですけどね。うちはうちのペースでやっていくわよ。そのうちのペースをもう少し早めてください。バイバーイ。